皆さんはコンビニで、セルフコーヒーマシンを使用したことはあるだろうか。間違ったものを注いだらどうなるのか、ふと考えた人もいるかもしれない。今回はそんな何気ない行動が犯罪につながってしまった事例を紹介していく。動画の後半では、精神的な病気によって、犯罪を止めることができない、という方々の話も登場する。どのようにして、そんな地獄のような悪循環に陥ってしまったのか、ぜひご覧になってほしい。まずは、誰にでも起こりうるコンビニでの事件についてだ。レグラー買ってラージ注いだ。コンビニコーヒー窃盗で懲戒免職の元公務員。店は私の過ちに気づいた時に注意してほしかった。セルフ式のコーヒーが導入されたコンビニで、客がレグラーサイズを購入したのに、あえてラージサイズなどを注いで逮捕される事件がこれまでに何度も報じられている。記事を読んで、犯罪だと明確に分かっていれば、私はやらなかった。2024年現在も、なぜか同様の事件が毎月のように続いている。ネットニュースによると、近年逮捕された人の中には、公務員や小学校の校長もいたとのこと。ただ単に押し間違ってしまった人もいれば、常習的に不正利用していた人もいるようだ。中にはそれで懲戒免職処分になった人もいるという。記事を読んで、犯罪だと明確に分かっていれば、私はやらなかった、余るかと。ぬすっと武武氏。そもそも L はライトじゃなくてラージですって理論に無理がある。ユーザーインターフェースがマルソなのに勘違いした客を犯罪者に仕立て上げて意味不明すぎる。カップ L か R で買ってるのに、同じのオスだけやん。こういう感覚のやつには即逮捕が妥当。自制心が効かない時点で無駄だよ。多席思考で羨ましいよ。ザマートとしか、注意で止めてたらまた別の店でやるだろ。注意程度で済むものと思い込んじまう。これ。マジこれ。店側もシステム変えなさいよ。犯罪に詳しい識者の話では、防犯対策と利便性のバランスが大切だとしている。今回の場合の、最も適切なバランスはどのようなものなのだろうか。もともと余計な人件費使いたくないのよ。それとも一杯200円にする？無人販売所に防犯カメラがないなら俺は悪くねえって言い張るぬすっと武武氏主張やろこれ。犯罪じゃなくても責任ある大人はやらない。今の日本は子供だらけ。逆に注がせるシステムが悪い。いやいや、ごまかして注ぐやつが悪いよ。その通り、犯罪者はあの手この手で責任転嫁しようとするからな、本当にバマルな奴らだよね。常習だから過失ではなくて故意と判断されたからだろ。人生の過ちを起こって欲しかったって子供かよ。そんな言い訳が通るのは幼稚園児までだ。自販機みたいに、払った分だけしか出ないようにすればいいのに。一度も買ったことないんだけどこれって素で間違える可能性なんてあるものなの？ボタン押し間違いはあるけど間違えたことに気づかないってことは 100% ない。大手コンビニ3社の広報担当に、間違って注いでしまったお客の対応はどうなるのか、質問したところ、3社とも共通して、客側からの自己申告が基本とのことだった。またそれぞれの対策として、セブンイレブンは、メニューやサイズを自動認識できるマシンを設置。ファミリーマートは商品名とサイズの表記に加え商品画像も掲示。ローソンは店員がコーヒーを注いで、お客に渡しているようだ。押し間違いはあるけど普段から使ってないと間違っているのかどうか判断がつかないので、レシートにバーコードをつけて読み込ませて注ぐとか何か考えるべき。ズーズーしいにも程がある。恋で何度もやってるのにうっかり過失のふりとかねえわ。まあいいんじゃねえ。こういう輩が罰せられば世の中マシになるのでは？こういうメンタリティだから犯罪を犯すんだな。逆切れも甚だしい。犯罪者があぶり出されてるだけ。逆切れされたら面倒だからな。警察へ通報が正解。あまるなのかな、いちいち店員がそんなこと気にしてたら大変な作業になるだろ。間違えたんじゃなくて警察が張り込みするくらい繰り返したんか、そりゃダメだ。常習的に繰り返していた人の中には、その場で現行犯逮捕された人もいるようだ。困るすぎる言い訳だな、メンタリティが困るすぎる、まあ公務員叩きが加速するぞ。川勝、公務員は優秀ですから。結局こういう言い訳しか出てこない根っからの犯罪者だよ、反省なんかしてない、捕まったことを後悔してるだけ。どこまでも自分中心なんだよな。ぬすっとも思うし。こんな事件多いんだから店員がボタン押せばいいのに。またこうやって責任転嫁しようとする犯罪者予備軍。怖いからコンビニコーヒーは買わない。買ったことない。利用した人がない人からしてみれば、もはやセルフコーヒーマシンは恐怖でしかないのかもしれない。この話を聞いてから最大サイズ以外のコンビニコーヒー買うやつはバマルだよな。どんな因縁ふっかけられて逮捕されるかわかったもんじゃないんだから。そっか、最大のを買えばいいのか、まあ買わんけど。なんで店員がやらないんだよ、そこまで忙しいか。役人と違ってコンビニは忙しいんだよ。万引き見つかっても代金払えばいいって思ってるやつが少なからずいるからな。
厚かましすぎる。大体こういうのって一度や二度じゃなくて注意してもまたやるから店も仕方なく警察に連絡しているんだよ。常習者がようも言うわ。周囲に手間暇コストをかけさせすぎてることに思いが及ばない。警察のコストはつまり税金だからな。自販機システムにすればいいのにな。コンビニのはややこしい。コーヒーマシンも含めセルフのものや無人販売などは常に人の良心や常識が試されているのかもしれない。もし押し間違った場合にはやはり素直に店員に申し出るべきだ。さて次はスーパーなどで問題視されているとある行動をご覧いただこう。先ほどの話題は間違ってしまうことも考えられるが、次のスレは絶対的に確信犯であり悪質である。スーパーの透明袋をロールごと持っていく日本人が急増。この国どうした。残念ながら持ち込まれた動画は完全に消えてしまっている。だがスレ民たちの言葉から推測するに、スーパーの透明袋をごっそり持ち帰る映像なのではと考えられる。やば、くるくる巻いて持ってくやつでも不快なのに。慣れてるな、常習だわ。せっかく無料で提供してくれてるサービスなのにこういうやつのせいで廃止になる。箸がセルフなところで全部持っていった G がいた。買い物袋すらくれなくなったからな。変に厳しくしすぎるから別のところにそのしわ寄せが現れるということだろ。こういうやつらはどっちみちやる。言い訳にするだけ。トイレのペーパーも丸ごと盗んでいくからな。あれにサービス氷を入れると高確率で漏れるわ。なんか細工してあるんじゃねえの。ハンティングのようなもんだろ。脳内快感物質ドバドバ状態だろ。他国にはあるの？アメリカ行った時はなかったな。どこのスーパー行っても客が自由に使えるビニール袋を置いてるなんて多分日本にしかないと思う。モラルでどうこうしようとするからこうなるのよ。普通にこのビニールも有料にしたらいいだけ。原材料価格高騰云々で有料にすりゃいい。あんなもん使い道ある？唐揚げ作る時にもみもみ。子供のおむつを入れるのに便利だから3年くらいいつも余分にもらってた。生ゴミ入れにちょうどいい。これに入れてゴミ袋に入れるとゴミ箱があんま臭くなくなる。ポリ袋の使い道は意外と多い。料理のアイテムやゴミ袋としてはもちろん、ウプ主の場合は使用済みのマスクを入れて捨てている。皆さんはポリ袋をどのような時に使っているだろうか。売り場から持ってったら新品なのにね。それだと万引きになる。どっちも同じ窃盗です。昨日杉薬局から金払わずカートごと持っていこうとしてたじいちゃんいたわ。機転が利く店は犯罪防止もうまい。俺はこれを見てすぐに買った。かなり昔だが、若い娘が買い物カゴを片付けないで立ち去ったのをどっかのおばさんが、今の人は本当に、と睨みつけながら置いてあったビニールの透明袋をぐるぐる巻き取っていたのを見たわ。まだ盗まないだけマシだわと思った。小泉進次郎がスーパーのビニール袋廃止に誘導したせいで、じゃあツナ缶やジュース缶は何に入れて捨てるんですかとなると、無料でもらえる薄いビニール袋が選択肢になる。OK で安く売ってたよなロールで。チンすればドンする。使わない袋が大量に家にあるんだろうな。こういうのって半分病気だよね。さすがに病気呼ばわりは言い過ぎだが、公共の場での非常識な行動は目に余りがちだ。ただ日常的にそれを繰り返している人の中には、周りもやっているから、と考える人も多いとのこと。子供が小さい頃はスーパーでアイスとかの冷凍物買うと申告すると、ドライアイス少量もらえて、別に家近いからいらないんだけど、もらって帰って、ボウルに水とかお湯とか入れて、それ入れて子供に見せると、キャッキャ言って楽しんでたのでわざわざ毎回もらってた。子供大きくなったら全くもらわなくなったけど。袋無料に戻せば収まるだろ。バマルがエコ詐欺に乗っかって国民に不便と負担ばっかりかけるから底辺がおかしなことするんだよ。レジ袋は無料が良いけどこれとは関係ないな。年寄りとかあの袋めっちゃ使うよな。袋を大量に持っていくのは高齢者が多いよね。なんでだろう？余るほどないと不安なんだろうな。あと、小山小屋知り合いにあげたりしてるんでね。今まではレジ袋に入れてた生ゴミなんかをこのビニール袋に入れてるって人はいるだろうね。昔の方が大量に持って帰るやつ多かったろ。レジ袋が有料とかどうとか言ってるやついるけど、過剰に持っていくやつは前からいたぞ。大概老人だけど半分ボケて物への執着が増してるんでね。山田電機のトイレから大量のトイレットペーパー盗んでるやつなら見たことある。そんな窃盗対策のためか、トイレットペーパーの側面に、わざわざ店名を書いている店舗がいくつも存在している。ポリ袋買ったのは盗むためか。中国人客が多いスーパーなんてサッカー台に置かなくなってたな。レジ係が汁漏れしやすい商品をビニール袋に入れる手間をなくすために置いてるんだから、ロール袋を置くか置かないかは店の判断でいいわ。でもコンビニとかだとロール袋を置いてないのに、汁の漏れそうな商品をビニール袋に入れてくれない店員もいるから、カバンにはビニール袋入れてるわ。この前都内のスーパーで見かけたわ。ビニール袋をガラ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 回して超大量に持っていくおばさん。そのスーパーはセルフレジの横に割り箸やスプーンなども置いてたんだがごっそり持っていくやつが絶えずについに置かなくなった。次は寿司の醤油とガリアナ。
刺身コーナーの無料のわさびもレジで配布するようになるだろうな。昔の人間はガラガラ手で巻いてくの当たり前だったからな。それをやる人自体は減ってるイメージ。薄くなったからな。あの薄さはなかなかの技術だと思う。ガラガラやるとすぐ破れるよね。食い放題の焼肉屋にタッパー持ってきてる家族見たことあるよ。買った精肉をサッカー台でビニール袋に詰め直して、パックトレイをその場に捨てていくおばちゃんいるよな。効率を考えてるのかもしれんが、見ていて気持ち悪い。100均の箱入りキッチンポリ袋ってなんか穴開いてるの結構あるよね。意図的とも思えない微妙な穴。箸もスプーンもくれなくなったのでお弁当とかプリンとかつけてほしいわ。パックの肉とかラップしてあるのに全部ポリエチレンに袋詰めすんのなんで。肉汁が垂れることがある。これは実体験したら俺も袋に入れるようになった。鶏肉は特にねえ。たまに二重にパックしてくれてるとこもあるけど。エコバッグが汚れるからって全部ビニールに入れるやつからいるからな。箱売りトマトの中身を入れ替える年寄りが多くて買いたくなくなった。トングで取る惣菜も絶滅した。個人的にトングで取る惣菜はなくなってよかった。あれ両手が完全に空いてないと取れないから。そや袋入れすらしなくなる昨今、客にだけモラルを求めるのもどうかと思うぞ。サービスしなくなや客はただの利用する場としか考えなくなる。つなぎ止めるは値段だけでそこである必要性はなくなるしな。そんなに持っていって何に使うんだ。困るドームの代わりか。こんなことを言う人間が一番怪しいのだ。そういえば中学時代にとんでもなく極貧の同級生がいたが、弁当に食パンやおにぎりなどをスーパーの半透明ポリ袋に入れて持ってきてたな。そういったレベルならわからんでもないが普通の人が何に使うのかは謎だ。生ゴミとか濡れた空きパックとか捨てるのに重宝する。ワイも3枚くらいいただいてくるわ。使うにしても2、3枚だろ。うちの近くのスーパーはチェーンとか固定されて持ってけないようにしてる。パチ屋でおしぼりを大量にカバンに入れてるおばはんにはびっくりした。そのうちポリ袋も有料化するね。ポリ袋やトイレットペーパーだけでなく、氷の大量持ち出しもあるらしい。人々のこうした行動がなくなる日は、果たしてくるのだろうか。そのうち本当に有料化してしまうかもしれない。さて次は、コインランドリーで起きたセコい事件について紹介する。この事件は物品の窃盗ではない。そのため、もしかすると視聴者の中にも、軽い気持ちで同じことをやってしまっている人がいるかもしれない。地方、コインランドリーでパソコンを充電した男、電気窃盗容疑で逮捕。都市ガス無断で12万円分パソコン勝手に充電、エネルギー窃盗相次ぐ。この事件が起きたのは、2019年12月中旬のこと。ネットニュースによると、住居不定の男性がある夜に雨をしのごうと、コインランドリーを訪れたという。その際店舗にあったコンセントでパソコンを充電し、そのまま寝袋で就寝。翌朝、寝ているところを逮捕されたとのことだ。被害額いくらだよ。数円かな。客なら許したれよと思ったがホームレスやんけ。これ客が洗濯の30分間スマホ充電したとかでも逮捕なるんか。店が訴えれば逮捕されるやろな。本来は店のコンセント許可なく使ったら窃盗やで。25手。コインランドリーと寝袋で過ごさなあかんくらい追い込まれてるなら留置所のが居心地よさそう。よほど悪質だったのか。ホームレスならしゃあない。でも切ないニュースやな。逮捕された男性は勝手に電気を使ったのは事実だが、これで逮捕されるのは納得いかない、と訴えている。まあ確かにこれで逮捕は納得いかんのはわかる。イメージダウンにもなるし当たり前やろ。今時のホームレスはパソコン持っとんのか。ぬすっと竹々しいとはこのこと。25でホームレスは悲しい。実は毎日おったとかちゃうんか。カラオケ屋でも似たとかのコンセント抜いて自分のを充電するのもあかんのか。あかんに決まってるやん。当たり前やん。部屋の備品を盗んでるのと変わらん。それがバレるってことは室内にカメラあるってことやな。オーダー運んできた時にもバレるで。充電許可してないカラオケあんの？むしろ充電許可してる店の方が少ない。マジで、充電聞かしてくれるカラオケとかあるからオールオッケーなんかと思ってたわ。男性やスレミンたち含め、意外と知らない恐ろしい事実。この事件を含め、充電の許可がされていない場所で、勝手にコンセントを拝借する行為は、窃盗罪だという。逮捕されていなかったら普通に味を占めて生活拠点になっていたんじゃ。客でもないホームレスが出入りしてたら他の客が寄りつかんししゃあない。余るやな、トイレで充電するならバレないのに。どっかの百貨店でそれバレて警備員駆けつけたってニュースあったな。建前だろ、こうでもしないと居座るかもしれない。これ寝袋で寝てた方が原因やろ。確かに、寝袋で宿泊した時点で不法侵入罪になりうることもある。大学の頃めっちゃ言われてたわ。お前ら学校で携帯充電するな。それは窃盗だぞって。自分も研究室でやってるがな。コインランドリーに忍び込むって何？空いてるんちゃうの？目的外で侵入して占拠したらそうなるんやないの？会社のコンセントで使用の携帯充電するのもあかんぞ。それでも実名報道されるほどか、住居ないしええやろの精神か。
自転車とかで日本一周でもしてたんか。何熟睡しとんねん。家追い出された子同時ニートとかかね。意識高い系ノマドワーカー。納得いかない。逮捕されたのは、住所不定、無職の平野光志容疑者25歳。調べによると、平野容疑者は、2日夜から3日朝にかけて、夜11時には自動的に閉まるはずの、ヤブシカミカのコインランドリーに忍び込み、寝袋で寝ながら一夜を明かした。3日朝になってコインランドリーの利用者から不審な人物が寝ていると110番通報があり、駆けつけた警察官が、店のコンセントでパソコンを充電していた平野容疑者を見つけ、逮捕したという。閉店後にいたらあかんわ。そら捕まるわ。そういう経緯だったのね。立派な不法侵入じゃねえか。払うから許せよ。今回逮捕された男性は住居不定となっているが、実は似たような事例が他にもある。万引きして捕まった後盗んだ商品の代金払うから、警察呼ばんでくれと同じレベルの物言い。お前の言えちゃうぞ。よ、やぶし。よかったな逮捕されてって思ったわ。まあ刑務所入れるかは微妙やけど勾留されてた方が幸せやろな。こんなんで刑務所行くわけないやろ。せやな、ただし住所不定やから勾留は解かれないやろうな。その方がええかもしれんけど。ホームレス、わかる、25歳、ふわ。住所不定じゃ仕事探すのだってきついやろ。バイトならいけるやん、履歴書なんて適当でもいけるんやし。寒いし寝るだけなら緊急避難でセーフだったりする。今回のケースが該当するわけない。こうした公共の場所はどのような理由であれ、目的以外で使用した時点で不法行為になりうる。ホームレス無敵やんけ。最近コインランドリー窃盗が流行ってるから、むしろこいつが実質24時間警備員代わりになってよかったのでは。普通の客も入らなくなりそう。参考、ヤフのコインランドリー。こんなとこで寝たら丸ぬやろ。ここまでするほどの事件か。勝手に使ってもいいって勘違いしてるやつ多いからメディアで取り上げるのは間違ってないんじゃね。指揮者によると、刑法において窃盗罪になるのは、他人の財物を盗んだ場合だという。また245条において、電気も財物とみなすと定められている。12万円分って思ったより悪質やんけ。そっちは別のやつや。25でこんなことで逮捕されて実名報道されて人生終了は草。すでに人生終了してるんだよな。寒いし寝るぐらい許してやれよ。平謝りしとけば逮捕までなかったやろ。警察に謝って済むわけない。なお電気窃盗をすると10年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が課せられるとのこと。また裁判官の判断によっては、刑務所行きになってしまうこともあるらしい。草。情けないやつやな。捨ててあったパソコン拾って使おうと思ったのかな。親から追い出されて短期間だけホームレスやってるんやないか。ホームレスに慣れてなさそう。これ職務質問や任意同行拒否ったからしょっつかれたんだと思ったが、現行犯逮捕ではないんかな。これやと思うわ。ホームレスならなおさらさっさとどっか行けって言われて終わりの案件のはず。グダグダ文句言って暴れたとしか思えん。充電ならマクドナルド行けば無料やろ。勝手に使われないようにカバーつけとけや。こんなんで電化つくとか嫌やな。自販機のコンセント抜いて携帯充電したやつも何人か捕まってるよな。似たような被害に遭ったコインランドリーでは、自動販売機のコンセントが勝手に抜かれ、不正に利用されていたこともあったそうだ。それは営業妨害にもなりそう。そういうのは同じ行為であっても対応が悪いからな。その間自販機への電源供給が遮断されてるわけだし。トイレならバレようがないのに。ファミマでも今充電できるっしょ。イートインスペースみたいなのあるとこ。これ充電できたんか知らんかったわ。これ本当ええわ。喫茶店も居酒屋もすべてこれにしてほしい。客用に備え付けられた机や壁のコンセントは、もちろん、使用しても電気窃盗にならない。要は、客用以外のコンセントを使用すると窃盗罪になる、ということだ。イートインにコンセントある店かない店か外見でわからんから腹立つ。ああ、全部ちゃうんか。ヤブの田舎でこれは切ない。25歳でホームレスで、格差ひどすぎでは。都会のコインランドリーは充電機器が最初から置いてあるところもある。まあそもそも犯罪だってことを知らない奴が多そうだからな。見せしめに何人か逮捕しておくべきだわ。25でホームレスになった場合の最適解はなんやねん。役所行くんか。住み込みの仕事する。まずその仕事どこで見つけるんや。ホームレスって携帯持っとんの。持ってるぞ。要契約できたな。デトロイトごっこしてたんでしょ。しかし忍び込んですやすやはええけど開店まで爆睡は余るやな。この人、生活保護対象じゃん。利用者が洗濯機回してる間充電するとかなら問題なかったんよな。客用のコンセントがないのであれば、これも窃盗罪になるのではないだろうか。このスレにもトイレのウォシュレットの電源抜いてスマホの充電してるやついるだろ。正直に言えよ。大昔に一度だけあるわ。普通モバイルバッテリー持ってるよね。割とこれあるんよね。会社に侵入して電気泥棒とか。まあ実際あかんのは間違いないよな。言われないとついついしてしまいそうな出来事だけに。
内心ヒヤリとした人もいるのではないだろうか。こんな些細なことで逮捕されてしまったら、後悔するにもしきれないだろう。知らなかった、みんなやっている、という言い訳が通用しない時もある。公共のものはマナーを守って気持ちよく利用しよう。さあここまで、身近に潜んでいる様々な犯罪についてのスレを紹介してきた。犯罪者になってしまった人の中には、犯罪をやめたくてもやめられない人がいるという。そんな彼らが犯罪者になってしまったきっかけとは。違法、万引きをやめたくてもやめられず、繰り返してしまうクレプトマニア。助けを求めてほしい、摂食症丸からクレプトマニアになった X ジェンダーの願い、万引きをやめたくてもやめられず、繰り返してしまうクレプトマニアのためのオンライン自助グループが、2月7日に立ち上がる。このグループを立ち上げたのは、自身もクレプトマニアだという男性だ。自分ではやめられないため病院に通うも、万引きを繰り返していたという。クレプトマニアは病気だが、窃盗は犯罪である。そのため男性はクレプトマニアには刑罰と治療のどちらも必要だと訴えている。病気なのか。取り納めは笑った。って癖悪い奴は治らない。昔から言われとるな。摂食症丸の窃盗癖って前世でどんな罪を犯したんや。摂食症丸は大体窃盗が窃盗やで。マジ？アホみたいな量食べて吐くの続けてるから必然的に金がかかるんや。あと大量に食べ物買うのレジに見られたくないって心理もある。元マラソン選手で減量のために食べは吐き続けて摂食症丸になった原由美子とかもそうや。現役を退いていこう。万引きを繰り返した原さん。その度に家族に詫びたい、命を投げ出そうと試みたと記事に書かれている。現役時代の食事制限からの過度なストレス、それに加え数多の困難が彼女を追い詰めたという。その結果、摂食症丸と万引きを繰り返すようになってしまった。ギャンブル中毒と似てるんかな、脳汁出るみたいな。泥棒を許せって言うなら全ての犯罪者にも事情があるんだから許せよ。許せとは言っとらんやろ。刑罰は受けないかんけど刑罰受けて終了じゃダメって話や。軽すぎるからやろ、懲役刑くらいにせんと。一理あるかもな、最初は大体警察の注意だけで済まされて起訴すらされないから、それで次は見つからないようにやろうとエスカレートするパターンがほとんどやから、何度も捕まって実刑くらう頃には手遅れな場合が多いと思う。何税民もおまるにやめろって言われても無理やろ。誰だって依存はするけど普通犯罪に依存はしないんやで。こいつはストレス発散の道具になぜか窃盗を選んだのが頭おかしいんや。それこそお前の言うようにおまるにで発散すればいいし、それでダメなら立ち回ることかやればいい。依存するのはいいが犯罪はやるなってだけや。依存したものが犯罪やっただけやん。依存するにはまず最初に一度手を出さなければ依存しないんや。最初の1回目に犯罪を選んだのは依存関係なくそいつの意思や。クレプトマニアの判断基準として、窃盗する過程の精神状態が大きく関わっているという。窃盗前の緊張感の高まりや、窃盗する際の快感、満足、解放感が感じられることなどが繰り返す原因に挙げられる。イマルメッコにやらされた場合は、ネグレクト受けた子供が空腹でやってしまった場合は、刑罰めっちゃ重くすりゃええやん。おう、これな、ほんま厄介だな、スターでもやってるしな。友達のゲーム盗むやついたよな。同じ病気のやつ集めて万引き島作ろう。一番の解決方法これよな。みんなで万引きし合えば解決やん。頭いいな。同じ病気同士だから差別もないし被害者の気持ちもわかる。理解深めるにはもってこいや。観光ツアー行ってもいいですか？寝てる間に身ぐるみ剥がされてても知らんぞ。じゃあ息を吸うように万引き繰り返していたヤンキーグループは精神病やった。治療が必要痛いんかこいつら。嘘つけや、あいつら周りを気遣えとか空気読めよとかよっぽど他人のこと考えられる連中やったぞ。余るか、類が全く違うやろ。集団で窃盗するのと個人で万引きするのとでは全く違う。それは万引きをすることが彼らの仲間内での結束を強める手段だったんやろ。問題とされているのは肩身の普通のサラリーマン、公務員や主婦で犯罪が露呈すれば確実に自分の所属する社会での立場が悪くなることが分かっているのにやめられないパターン。言うてこれで減刑してもらうには入院せなあかんから普通に裁かれた方がマシまであるけどな。病気ならしゃあない、ワイも無意識にマッマの財布漁ってしまうし。クレプトマニアやな。先ほど紹介した原さんの例からもわかるように、クレプトマニアは過度のストレスや依存が原因である。不安定な精神状態を穴埋めするために、窃盗をして自分の心を満たすようだ。指揮者の調査によると、摂食症丸患者のうち、約4割以上が万引きをしたことがあると答えたとのこと。こんなん小売店の作業所作って店番やらして、万引きされたらその分賃金が減る体験させればすぐ治るだろ。そんなんで治るわけないやろ。何十人だって現実じゃ差別されとるけどここじゃ差別するんやし。ワイも小学校の時スリル中毒で他人の家住居侵入とか万引きとかしとったけど、一回バレて丸ぬほど怒られてやめたから刑罰で治る人もおるで。自由に盗める治療用店舗を経営したら、
これ見て病気扱いすんなとか言っても何の意味もないってなんでわからんのやろうな。何度逮捕されてもやめられない以上刑罰が抑止力になってないんやから治療する以外抑制する方法ないのに。治療で被害が減るパターンがあるのなら病気扱いでもええわ。もちろん刑罰が治療として必要なこともあるやろうし。クレプトマニアの治療には生活リズムを正すことも有効である。食べて吐くために食べ物を盗んでるから窃盗症でもなんでもないぞ。窃盗症はほんまに全くいらんもんをスリルのためだけに盗む病気や。食べ吐きのための窃盗は単なる導入や、最初から何の理由もなく盗む奴はおらんよ。万引きが成功を重ねるうちにだんだんエスカレートして引き返せなくなるんや。万引きの再犯したら手首切り落としでええやろ。これならもうできへん。犯罪者はもう9割くらい治療が必要だろこれ。そんなことよりそのドブラック職場はなんやねん。アルチューが酔っ払って事件起こしちゃったのと変わらんやろ。病気やけどだから仕方ないって話でもない。というかこいつもそうやが言うほど病気だからで犯罪が許されてるなんてことないやろ。心神喪失とか耗弱で無罪になったり減刑されるから割と許されるんやないのか。指揮者によると、クレプトマニアの責任能力の有無は一般的には認められることが多いという。しかし、万引きをやめなきゃまずいとは思いましたが、やめたいとは思いませんでした。万引きをやめたいと思えるように、窃盗事件の刑事裁判を傍聴したこともあります。情状証人として立つ被告人の家族を見て、自分の両親を証言台に立たせてはいけないと思いましたが、その帰り道に万引きをしてしまいました。ここスピーディーでいいね。くさ、わろた。このくらいのテンポ感がワンピースにも欲しいね。ワイもパチマルコやめようと思ってわざと1日10万円使ったりして二度とやらないことを誓って泣きながら帰宅したけど、次の日また売ってたから気持ちはわかる。我中はクレプトマニアなんか？どうせ見ないのにハードディスクに溜めてる奴らも何かしらの病気やろな。ストレージマニアや。恋人の携帯をこっそり見てしまうのも窃盗癖と同じ類やからな。ドキドキする興奮がそうさせてる。ただの病気や。取り納めで笑ったんだがここまで来たら病気なんだろうな。クレプトマニアは、先ほど解説した自身の欲求を満たす他に、その時の記憶が抜け落ちているのも特徴だという。先ほどの原さんも、気づいたら万引きをしていたようで、盗んだ感覚すらない場合もあるとのことだ。病名つけて正当化させるのあかんと思うわ。この文章のどこを見て正当化してると思うんや。人間の機能として異常やから病気って位置づけてるだけや。ストレス発散で万引きしてる奴にはチョコボの不思議なダンジョン2ってゲームをおすすめしたいわ。丸神のお店でアイテムを万引きしまくれるし、万引きした金額が表示される仕様になってて達成感半端ないで。ローグライク系で店見つけた時って買えるかどうか、じゃなくてまず盗めるかどうかを先に考えるよな。どうにも盗めなさそうな時にしぶしぶ買うくらいやわ。ゲームで大体の快感をってのは良いかもしれんな。ただ癖になってる奴は現実でやるスリルで脳やかれてるんだよな。一時期万引き目当てでそのゲームやってた時あったわ。リアルでやるよりマシやって思ってたからまだ救いようあったんやろな。店見つけたら泥棒できるか確認するよな。どうしても無理なら諦めるけど。壁を掘るアイテムを揃えて逃げ道作って逃走したり、運が良ければ店内にワープゾーンがあって次の階段の近くにワープして逃げ切ったり、そういう行為で万引きしまくってたわ。また久々にプレイしたくなってきた。ワイも何十やめたくてもやってしまう病気なんやがこれ病名なんや。マジで治療したい。ナンジェーマニアや。元刑事部長でも万引きやらかすから。この出来事は2022年1月末の話である。朝日新聞によると宮崎県警の元刑事部長の70代男性がスーパーで万引きした疑いで取り調べを受けたとのこと。どうやら食料品や日用品を盗んだようで、店員に止められたもののバイクで逃走。だが防犯カメラなどから身元が判明し、後日弁償したようだ。スーパーで値引き交渉。うるせえ、いらんなら窃盗は指切断だぞ。万引きの専用スレみたいなのもあるけど、ああいうのほんまドン引きするわ。夢見スレやね、クレプトマニアなんやなあいつら。万引きに関してはマジで依存性高いらしい。ちゃんと治療して窃盗やめとるならええわ。クレプトマニアってスーパーマンの用語みたい。それはクリプトナイト。クレプトマニアは拒食症のやつがよく併発するらしいで。摂食症丸は、過食症や拒食症だけでなく他にも多くの種類や症状があるという。中には、拒食症から過食症になる人もいるらしい。依存症ってもっと深刻に議論してもええよな。依存と認めたくないから批判するやつも多いし。今はマウントマニアばかりやからな。他人のあらを見つけてネットリンチすることだけでしか自分の存在理由を見出せない人が大勢いる。そういった声は無視して有識者だけで病気から犯罪者のケアはしてやるべき。一般人が議論に参加する必要なし。まあそうやな。専門家が正しい方向に導くのを願うばかりや。迫る薬依存症の女の子募集中や。ただの犯罪者だしろうやぶち込んどけよ。
つまり窃盗に対する刑罰が軽すぎるということか。性善説と倫理教育が時代に合わなくなってるよな。ネットの書き込み一つで訴訟合戦やし、継続してやってるやつはあれやけど。万引きっていう言葉が軽い感じがしてよくない。はっきりと窃盗罪という言葉を使うべきや。ブレイキングバッドでこういう女いたよな。その場面になるまで窃盗癖があるみたいなシーンが一切なくて、そこから繋がる話があるのかと思ったらマジでお前が取ったんかよっていう。迷惑すぎて草。やめられないなら刑務所で暮らせばええやん。犯罪依存は地獄やな。クレプトマニアの治療方法に関しては、長らく研究者たちの間でも未知数とされてきたようだ。だが近年、様々な研究から新たな治療法も出てきているという。今後さらに治療法が確立されていくことを願うばかりだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんは何かに依存してしまった経験はありますか？そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画を面白いと思っていただけたらチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。